こんにちは、グリーンロケット郡司です。このチャンネルではこれからお庭作りを始める方にとって役に立つ情報をお届けしております。なのでこれからお庭作りしようかなという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今回は植木の入荷情報です。この今冬というのは落葉樹が葉っぱを落としている時期ですよね。落葉樹というのは葉っぱを落とすことによって活動を停止しております。なので今休眠状態にあるんですけども、活動を停止しているからこそ、根っこを切ったりとか植え付けすることができる時期でもあるんですね。はい、ということで、今現在ですね、落葉樹の入荷が一気にここに集中しているということで、非常にねいい植木たちが、続々と集まってきております。ということで、そんなね気になるラインナップなんですけども、まずは毎年人気の定番のものからですね、去年残念ながら販売できなかった、植木、そしてさらには、生産者のところからもう早く引き上げてこないと、他にね取られてしまうような、もう取り合いになっているような植木まで、あります。なのでね、それを今から早速ご紹介していきたいと思いますが、木の形は2つとありません。なのでこのグリーンロケットの入荷情報というのはもう毎回が一期一会、詳しくね説明していきます。はい、それでは早速いきましょう。はい、それでは初めはこちらですね。こちらはですね、畑物の青肌です。山鳥ではなくて畑物の青肌ですね。まずこの青肌の特徴なんですけども、樹形が幹がまっすぐと立ち上がって直線的で美しいというのと、葉っぱも小さめで、秋には黄色い紅葉を、ね、楽しませてくれる木なんですね。大変その樹形というか姿形がかっこいいので、シンボルツリーとしてとてもおすすめの木です。ではね、今回も、詳しくね見ていきましょう。今回はですね、入荷3タイプありまして、はい、まずはこちらの2つですね。はい、1.8 メートルのものと、あとは2メートルのもの、入ってきております。どちらも青肌らしい、どれもね平均的で端正な樹形をしております。本当にもうお手本のような青肌の樹形かなというふうに思います。はい、いかがでしょう。このように均等に立った幹とですね、スラーッと本当にまっすぐ立ち上がる、この株立ち綺麗ですよね。これが本当に青玉らしい特徴の出た樹形だと思います。はい、そしてこちらもそうなんですけども、このようにねまっすぐ幹が立ち上がってる樹形してますね。で、まあ、稀にこういうですね、クランクのような癖のある部分が出るんですけども、これも青肌らしさではあります。こういったのもね結構出るのが青肌の樹形の特徴ですね。はい、ということでこの 1.8 メーターの青肌と2メーターの青肌はとてもね樹形綺麗なので、こういった樹形のものはもう四方から見ていただきたいかなと思います。シンボルツリーとかよく目につくところにね植えていただきたいですね。はい、でそしてですね、はい、こちらの青肌ですね、なんとですね大変ダイナミックで力強い樹形の青肌も入ってきております。これもサイズ的には2メーターから 2.5 メーターぐらいのものですね。正直こういうですねタイプっていうのは珍しいんですね。株立ちで本株立ちを作るときに1本の幹の木を切って作りますけども、実はですねこの切る木の大きさですね、太さ、ここの太さで、樹形というのはね変わってくるんですよね。ちょっと見ていきますと、はい、こちらの青肌、かなりね、太い木を切って作られております。で、太い木を切れば株元からボリュームのある株ができるということなんですね。ちなみに、はい、これは先ほどの青肌なんですけども、このように、細い木を切ればおのずとですねスラッとした樹形になります。足元のキュッと締まった樹形になるんですね。はい、ということで、こちらはですね太い幹を切られているので、株元からだいぶボリュームのある樹形になっているということですね。で、そして良くも悪くも、青肌は樹形が乱れにくいんですけども、こちらはね大変樹形も個性的で珍しいと思います。これはこれで面白いですね。目立つところとか広いところに植えてこの樹形を楽しんでいただきたいかなというふうに思います。はい、ということで、青肌はですねこのように3種類入荷しております。それではお次こちら行きましょう。こちらはですね、ジュンベリーラマルキーですね。ジュンベリーラマルキーは春に白くて美しい花とですね、
6月にベリーのような実をつける、非常に楽しみの多い木でもあります。では、樹形ね見ていきたいと思いますけども、今回は、1.8 メータークラスと2メータークラスの入荷しております。去年は小さいクラスのジューンベリー入荷なかったんですけども、今回はね、1.8 メータークラスもご用意しております。ということでね見ていきましょう。はい、では 1.8 メータークラスからなんですけども、1.8 メートルのものはですね、もうどれも樹形が端正でまとまっているんですね。なのでとてもお庭で使いやすいと思います。でもうよくできすぎていて、特にねこれ以上言うことがない感じですね。はい、はい、それでは2メータークラス見ていきたいと思いますが、まずこの2メータークラスはですね大変ボリュームがあります。なのでお値段の割にボリューム的にはお買い得じゃないかなというふうに思います。でジューンベリーなんですけども、実はジューンベリーもそもそも枝が暴れやすいというか、少し癖のある樹形になるのがこの、ジューンベリーの味だったりもするんですね。ただこの生産者さんのジューンベリーについては、その癖の中にもちょっとしなやかさがあるというか、もう先ほどのこちらですね、こちらの 1.8 メーターのジューンベリー見ていただくと分かると思うんですけども、ジューンベリーらしさがありつつも暴れすぎないというのが今回のこの、ジューンベリーラマルキーの特徴になります。とてもいい樹形ですよね。はい、ではもう一度2メーターの方に戻りまして、こういったねジューンベリーらしさありつつもだいぶまとまった樹形なので、お庭でも使いやすいかなというふうに思います。そして大きさちょっとね、今回大きいのでこの鉢が重いというのはあると思います。男性であれば難なく持てるとは思いますけども、ご注意いただきたいと思います。でこちらであればもう植えたその日からお庭ではシンボルツリーとして活躍する大きさですね。はい、ということで2種類のジューンベリーご紹介しましたけども、ジューンベリーは花付き実付きは大変いい木なので、どちらもね心配ないかと思いますが、大きい木の方が、実付き花付き良いので、植えてすぐ花や実を楽しみたい方は大きい方がおすすめかと思います。はい、ということで、ジューンベリーですね、ジューンベリーラマルキー。さあ本日もですね、寒風吹きすさぶ中、新年早々、一人ぼっちで植木のね魅力をお伝えしております。はい、それではですねこちらは、去年残念ながら入荷できなかった組ですね。今年も数量限定となっておりますが、こちらは黒文字です。黒文字は雑木のお庭で人気の木で、どこが魅力かというと、春に目立たない黄色い花を咲かせて、葉っぱも他の木と混ざって目立たない感じがとても魅力的な木なんですね。この際立つ良さがないのが良さというのが黒文字の魅力でございます。はい、これはですねもう他の動画でも何回もね熱く語っております。ではね、見ていきましょう。はい、ということで今回、入荷しているのはおおよそ 1.8 メーター程度のものですね。でこのように、しっかりとした綺麗な樹形しております。まとまりもね大変いいと思います。この黒文字はですね、移植に弱いんですね。移植に弱いので、なかなか流通量が、少ないんですけども、こちらはですね枯れないようにしっかりと根っこを作られた、黒文字なので、安心ですね。そしてですね、はい、黒文字はですねこの深緑色の幹肌大変綺麗ですよね。これも、黒文字の魅力です。このじっくり見ると美しさをねしっかりと感じさせてくれるのがこの黒文字だったりします。そしてこの黒文字なんですけども、高級楊枝の原料に使われている木なので、剪定すると少しねスパイシーな匂いがするんですよね。小池さんは美味しそうな匂いって言ってましたけど、非常にねいい匂いがします。はい、ということで、もうお庭の名脇役、絶妙な存在感が愛おしい植木界の宮沢賢治。はい、ということでね、黒文字も今年入ってきてくれております。さあそれではお次はこちら行きましょう。こちらはですね、人気なんですけども毎年入荷数の確保できないマルバの木ですね。マルバの木というのは、そこまで大きくならないというのと、葉っぱがハートの形をしてまして、そしてね紅葉も大変美しいということで、比較的女性に人気があるのと、あとは
お庭でもね非常に使いやすい木かなというふうに思います。例えばですね、雑木の庭とかでも馴染みがいいですし、あとは、常緑樹を中心とした洋風のお庭、こちらでも、落葉樹のワンポイントとしてこのハートの葉っぱを入れるというのもね面白いと思います。他には玄関前とか、場所の限られているところであっても、成長がね遅くて大きくならないので、植えやすいですよね。はい、それではね、そんな丸葉の木樹形見ていきましょう。はい、大きさはですねだいたい 1.5 メーターぐらいです。で、このような感じの樹形をしたものが多いですね。はい、こちらは、このような感じの樹形になっております。でまずですね、前提としましてこの丸葉の木っていうのは葉っぱは可愛いんですけども、樹形は結構癖があるんですね。というのもですね、見えますでしょうか、このように幹がこう外側に向きやすいという特性があって、その反動として内側にクロスするような枝が出やすいのがこの丸葉の木の特徴なんですね。なのでこういうクロスした枝が多いと割と樹形としては癖があるように見えてきます。あとはもともとちょっとねこのうねりのある樹形というのも癖を感じさせますよね。はい、ですが今回はこちらの樹形のように割とそのような癖の少ない端正な樹形の丸葉の木が結構多かったんですね。だいぶ万人受けする、樹形の丸葉の木だと思います。はい、ということで、先ほどの樹形のものも遠目で引いてみると、そんなにね癖も少ないかなというふうに思えますよね。あとは印象としてはちょっとサンゴっぽいというか炎のようなメラメラとした感じもこの丸葉の木の魅力だと思います。落葉後もねこういう樹形をお楽しみいただけるということですね。はい、ということで丸葉の木なんですけども今回以外にもう一度入荷の予定があります。それは、もう少し大きくてもうちょっと癖のあるタイプになるかなと思います。はい、ということで今回は、1.5 メーターくらいの癖の少ない端正な丸葉の木ですね。はい、それではこちらで最後の、ご紹介になります。最後はですね、畑物の青玉の株立ちが入荷しております。青玉はですねもう山鳥畑物問わず業者間で今現在激しい争奪戦中なので、入荷数というのはもう正直読めないんですね。ですが、まあ、今回ね少量ではありますが入ってきてよかったなと安心しております。はい、でこの畑物のいいところはですね、同じ青玉の株立ちでも山鳥物よりはね価格が抑えられるというところですね。山鳥物のような斑紋とか樹形ではないんですけども、この畑物でも青玉らしさというのは楽しむことができます。そんな青玉の特徴は、爽やかな小さい葉っぱですねの雰囲気が抜群にいいというところと、あとは成長が遅いというところです。はい、ではね、どんな樹形が入ったかと言いますと見ていきましょう。はい、一つはこういったタイプですね。割としっかりめ、もうかなりしっかりめの、ボリュームのある樹形のものですね。はい、そして、中にはですねこのように細めで、しなやかな感じのものもあります。まあ、とにかく、こちらもですね背は高くてボリュームとしてはかなりあると思います。なのでどちらのタイプもシンボルツリーとしてね非常に使い勝手いいんじゃないかなと思います。であとはですねもう先ほどの青肌のボリュームのあるものと同じく、このように、だいぶ太い幹を切って作られた本株ですね。なのでもう存在感も十分かなと思います。ただね重いんですよね今回この2つが、もう配送できる本当にギリギリのサイズのものが入荷してますので、それぐらいボリュームとしては十分あるなという感じです。はい、ちょっと持ち上げてみたいと思いますけども、はい、いきます。はい、だいぶねだいぶ重いでございます。はい、ということでもしね購入された際は、まあ、男性の方であれば問題ないと思いますけども、配達してくれる方にね、植えるそばまで持って行ってもらうっていうのが一つの手かなとは思います。はい、すいません。ということで、一つは傾いておりますけども、今回の畑物の青玉の株立ちなんですけども、実はあと数回入荷する予定ではあります。あくまでこれは予定なんですけども、そちらの分はおそらくボリューム的にはもう少し控えめなものになるかと思います。なのでボリュームのある方がお好みの方はですね今回の入荷分、おすすめかなと思います。
さあいかがだったでしょうか。今回は入荷した落葉樹をご紹介しました。落葉樹はこの冬の今ですね、落葉している今が植え付けの適期となります。寒冷地以外であれば2月でも問題はありません。せっかく植えた木を枯らさないためにもね、ぜひこの落葉期に植えていただきたいと思います。はい、ということでグリーンロケットの植木チャンネルではこのように、皆さんのお庭が素敵になるにコミットした動画をお届けしております。世間一般的にわからないことが多いと言われる植木についてね、詳しく説明しております。なので、チャンネル登録まだという方がいらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。今年1年で、チャンネル登録10万人目指しておりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。あともし周りにお勧めいただける方がいらっしゃいましたら、ぜひねお勧めいただきたいと思います。そして今回も面白いと役立ったと思ってくださった方はこのグッドボタンもよろしくお願いします。そして今回ご紹介した植木の、質問やご意見などは、コメント欄にて受け付けておりますので、ぜひねそちらもお寄せください。で今回入荷したラインナップなんですけども、去年と見比べてみてもだいぶね、樹形も様変わりしているので、本当に毎年毎年いろんな樹形が来るなというふうに思っております。ぜひご質問などありましたらお寄せいただければと思います。そしてですね、グリーンロケットがあなたのお庭タダで作りますというタダ庭プロジェクトというのをやってますので、もし興味のある方は概要欄覗いてみていただければと思います。1月末までとなっておりますので、ぜひね、どしどしご応募いただければと思います。そして最後に、年間2000本以上の植木を1本ずつ撮影して販売している植木の販売サイトグリーンロケット、今日ご紹介した植木もですね掲載して、一本一本撮影して掲載して載っておりますので、ぜひ興味のある方は覗いてみていただければというふうに思います。はい、ということで今回も最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。それでは皆さんの庭が素敵になりますように。ではまた。